衆議院議員の原口和弘です。今日は結婚記念日なんで、妻に、天国の妻に花を捧げます。仲人さんはですね、大学の担当教授で大山忠先生ご夫妻にお願いをしました。26歳の時に、同級生なんで同い年でしたけど結婚しました。本当は11月3日文化の日が結婚式だったんですが、その前の年の交通事故に遭ってしまって延びて、そして2月8日、あの年の2月8日は大雪でした。福岡空港から仲人さんが佐賀の当時葉隠荘って言ってましたけど、そこにですね届くことができるだろうかと思っていました。白いドレスの眩しさを今でも覚えてます。その日は福岡に泊まって、そして翌日東京でですね、同級生たちが、妻もこう大学が東京なんで、東京の同級生たちがパーティーを開いてくださいました。ピアっていう、いい会社にですね就職してたんで、私のような本当にこう今で言うとフリーターとは言いませんね、松下政経塾の塾生でしたけど、野のものとも山のものともわからんで、大好きなアメリカのにですね、ほとんどお金ないのに自分でチケットを予約して新婚旅行に行きました。アメリカの友達がいろいろ支えてくれたから、本当に無謀を絵に描いたような結婚でしたね。よく来てくれたなって思います。さて、参議院の候補をですね、昨日共産党さんがですね、佐賀も候補が決まりました、またいろんな話し合いをしたいと思いますということで、お話をしに来てくださいました。野党統一候補というか1対1の構図に持ち込むことができるというのはとても大事なことなんですよね。ただ、佐賀はずっと犬塚忠さん、前回も出ていただいて、今回も彼に期待をしてたんですが、この間申し上げたように世界の大変大事な会議の共同代表になられて、世界連邦会議ですね、湯川秀樹先生以来日本人としては2人目の世界連邦会議で、先日もちょうど成田のそのいわゆる待機ですね、その間のそのところから電話というかズーム会議に参加してくれましたけど、しょっちゅう日本と世界を行き来しなきゃいけない、犬塚さんのようにお家がですねアメリカとフランスと、そして佐賀と東京ですかね、そうやって世界を股にかけて活動されている、比較の傘の3+3も犬塚さんが先頭ですからね、まさにこの軍縮比較の先頭に立ってる人ですから、私たちとしたらもう団長の思いですけど、佐賀、同じ佐賀の立憲民主党佐賀県連としてはもうすごい誇りなんですね。引き続き副代表を続けてもらうということで、ただ候補者を探さなきゃいけません。相手はですね、私も党員になる自民党の福岡さんですから、本当になかなか厳しい、ただでさえ相手になる人がいないというような状況ですが、佐賀は皆さんのお力で1区2区とも小選挙区はですねかろうじて勝たせていただいたわけで、若い方々、あるいは心の若い方々をしっかりと出してほしいって昨日もメッセージが来てました。
私一人で探すのは無理なんで、いろんな人たちにお願いをしています。いや本当に知名度っていうかね、もう本当にそのお相手のことを あんまり言うのはあれだけど、いい議員さんなんですよね。まあ、だけどいい議員さんでもそれは戦わないと政権は取れませんし、自民党全体としてはやっぱりあのピントが外れてますから、あの頑張らないといけませんね。でウクライナ情勢が今のような状況で、戦争屋が言ってる報道とは別の意味で私は心配をしているということを今日申し上げておきたいと思います。もちろんこれ軍を背景にいろんなことを やろうとする人たちがいますから、もうそういうことだけは絶対やめてほしい。あくまで外交のですね中でやるべきだし、やらなきゃいかんというふうに思います。で今バイデン政権の支持率がものすごい落ちていますね。でそして日本に言ってくることも、まあ、今日東京行って、アメリカの人たちともですねまたお話をすることになると思いますけども、やはり自由と人権、これをその共にするっていうところはやっぱ外しちゃいけませんね。そしてだからといってその後ろがもう見えすぎたような戦争屋の動きは絶対これは容認できないですね。本当にそのことだけは、こんだけ言って何言ってるか分かんないよっていう方がおられるかもしれませんが、外交なんでここに止めておきたいと思います。朝ニュース見てたらね、日本チームよく頑張りましたね。高梨さんのあのスーツで失格になったって、どんだけのプレッシャーでどんだけ辛い思いをされたか、でそれをみんなでねカバーをして、ご本人もまた大ジャンプをして偉いなと思います。もう60勝を超える世界戦の勝利と、そしてその常にプレッシャーとにさらされての戦いをですね、ここまでやってくださる方をですね、やっぱりみんなで支えないといけないと思うんですね。私も私は中学校の時の日本一を目指してやってましたけど、その負けたことのないチームだったんですよね。で期待も大きくて、私の一個上の先輩たちが全国優勝するだろうと言われてたチーム、ミニ松平全日本って言われてたんですけど、その時に初めて負けたんですよね、全国大会でね。で負けた時っていうか、セットを落としたんですね。一回も落としたことがない、高校生に対しても落としたことがないチームが、その時に私たちは浮き足だったんです。なんで負けたんだろうって、なんで1セット落としたんだろうって。そうするともう中学生ですから、チームの中で歯止めをこう設けることができなかった、モメンタムをもう失っていくわけですよね。で今回まだ競技が続いてますから、ぜひその日本の多くの同胞の皆さんには、オリンピックのアスリートもみんなそうですけど、温かく見守る、私が大変尊敬してずっと応援してきた古賀稔彦さんもそうでしたね。もう金メダルが当たり前だと思われている人が金メダルを取れない、昨日の高木さんもそうですね。そうするとですね、もう一転してこうバッシングすると、それおかしいでしょ。それはねやっぱ怖いですよ。でそれはメンタルの問題とかじゃなくて、やっぱり日本全体としてそれは勝ち負けあるんだから、よくここまで来たと、よく頑張ってくれたと、そういうあったかい気を送りませんか。昨日ねその日本チームがみんなで支えて、高梨さんが顔を覆っておられたあの姿を見ると、
本当に私もそこに行ってですね、手を添えられるああいう方々が いてくださって、どんなに救われたか。まあだから政治の世界もそうなんですけども、味方のエラーを仮にあってもそれをうまくカバーできる、そういうチーム、そういう日本にしたいですね。じゃあ、もうこれで福岡空港ですね、これから東京です。東京は晴れですかね、どうでしょうか。ねえ、他の、あ、東京は曇りですか。他の国の方々もね、すごく励まして、あんななんとかちょっと体が細くなったら失格になるとか厳しいですよね。関東曇りですか。あ、今日どんな飛行機なのか、やっぱりね、ちょっと飛行機乗るとき、こう緊張しますもんね。帰るときはね、ここに平尾の天ぷらっていう、もう超美味しい天ぷら屋さんがあって、あっこに寄って帰るとやっぱりね、せっかく今体重が管理できてるのに、昨日もすけさんうどんのおはぎを食べてしまいまして、いかんですね。本当にああいう美味しいものがいっぱいあるところは意志をこう強くしとかないと。しかもあれ2個入り、なんで2個入りですかね。2個食べたんですね。2個。あ、肋骨ですね。肋骨まだ痛いんですよね。これ相当ひどくやっぱ打ってるわ。でもよう折れんかった。難病の薬が効いてるんでしょうね。本当にやっぱり怪我する時って最後の時ですもんね。石垣に行ってて、ちょっとか尖閣諸島開拓の日でも緊張の挨拶をして、そして皆さんとで最後竹富島に渡って、あ、もうこれで無事帰ることができると思った時に怪我したんですよね。だから最後の最後着くまでやっぱりポイントっていうのを考えて、やっぱり怪我を防ぐっていうの大事ですね。いやー、そんと冬痛むんですよね。しかも気圧がね下がってると痛いんですよね。飛行機の尾翼が見えます、ね、あ、もう見えなくなった。それじゃあ皆さん良い一日を。今日は富士山と逆側の席なんで、あ、撮れた、あ、逆側じゃないのが撮れたそうで、お、それだけ空いてるってことですね。じゃあ失礼します。良い一日を。